いや、いると思いましたわ。ん？何してんの？洗い物ですよ。あなたが食べたマックのですね、洗い物をね、僕はしてるんですけれども。はい、おこです。ちょ、待って。またそれやんの？またそれやんの？嘘。それ、何？今日やんの？今日、やります。でもそれ気づかないんだよね。本当に。ちょっと待って、さっきちょっと洗い物してくれてましたけど、うん、僕の大切なラッキョ皿、これはね、ちょっと衛生保たないといけないんで、マックの匂いを消してます。ちょっとおもろいんだよな、この撮影。自分で編集しててもおもろいんだよな。出た、それ。ちょっとまだ喋りたいよ。もう、あ、撮ってるね。持ってたの気づいたもん。気づいてるよ。気づいてないみたいな、ちょっと隠せるやん。何してるんですか。有酸素です。撮ってんねや。ちょっと。どこ行くんですか。コンビニ行きます。これから何買うんですか。あなたが先ほどマックテロというものを行いましたね。あれは完全にテロです。それを打ち消すためにコーヒーを買います。あ、嘘、内緒です。出るの早いと思ったわ。そんなパカパカしてるから、ちょっとこし。何ですか。何買ったんですか。いや、全然コーヒーですけど。そういうことか。分かったぞ。君のパターンがつかめてきた。なるほどね。取る前にいなくなるという。毎回いないもん。いないところから出てくる。ああ、はいはい。わかりました。はい。もうタリーズです。僕の分はないんですか。僕の分、あの、コーヒー欲しいですか。あ、じゃあ買ってきますよ。知らないです。もうやだ。もうね、あ、疲れる。疲れる。ごめん、あのシンプルにね、結構ね、疲れちゃってる。心の中が。もう帰るんですか。帰ります。もうね、一服していいですか。はあ、もうマックいらない。さっきのね、マックの食べたい欲があった。こうやってタリーズのコーヒー10分ぐらいですね。お家まで帰るのにかかるので、合計20分の有酸素ですね。軽くやって帰りましょう。なんで撮影してんの。もうなんかテンションおかしくなっちゃった。もう行きましょう。本当にもう行きましょう。いや、いると思いましたわ。透明ですから、このドア。いると思いましたわ。盗撮じゃないですよ、これもう。どこから洗うんですか。あ、そういう系。僕はですね、髪の毛から洗いますね。うん。これ、面白い。面白いかな。大丈夫。面白い。面白い。あ、そっか。で、なんていうお風呂なんですか。それ言わせただけやろ。言わせただけやろ。聞いたことない人いるよ、多分バランス感なんて。ぜひ調べてみてください。何それ。それなんていうお風呂でしたっけ。バランス感。今乗ってるのって何ですか。撮ってんな、撮ってんな。ヨギボーです。前ショートで出したんですけど、僕の部屋を埋め尽くしてるヨギボーです。何これ。丸太ですか。ヨギボーです。あ、聞いてない。ヨギボーです。はい、ヨギボーです。よろしくお願いします。それってペットですか。ヨギボーです。何してるんですか。早くなったぞ、盗撮感知が。今日撮ったのいろいろあるから書き出そうかなっていう感じなんですけど、最後の一踏ん張りですね。もう一踏ん張り頑張ります。僕にも編集を教えてください。お、それ結構ガチいってる。うん、教えちゃいましょうか。僕のとっておきの編集。じゃあもう2日間合宿ぐらいやっちゃいますか。いや、忙しいのでやめてきます。忙しい。忙しいです。バイトと勉強です。あ、それは忙しい。それも忙しいんで、ちょっと優先してください。編集戻りますんで。
番って何見てるんですか？危ない危ないですよ。いろはに千鳥って知ってますか？慣れてきちゃったね、このやりとりちょっとぶらり旅みたいな。面白いですよ、すごい。ショート動画ってのぶさんを意識してますか？いや、あの質問するな。ちょっとね、何これとかね、あのイントネーションは確かにちょっとインスピレーションインスピネーション、ちょっとモノマネしてみてください。ああ、もうやった、もう疲れたって、さすがに。いきます。編集撮ってるね。気づいちゃったよ、ピッて言ったしね、今。何見てるんですか？今ですか？ツイッターちょっと見てましたね。やっぱ情報をね、自分で集めるっていうのはすごい大切ですから。僕にも見せてください。ツイッター？はい。しょうがない。わかりましたよ。やっぱいいです。カッチーン。カチブチカッチーン。ポーン。もうええ。もう撮ってくれ。あ、もう頭間違えそう。さっきの下りからね、1分ぐらいしか経ってないからね。ポーン。もう盗撮じゃないからね、それ撮影てんだよ、それひすけくん。仕上がりはいい感じですか？これさ、撮影室でさ、血管出てんのも分かる？結構仕上がりいいんだよね。大会は65日ぐらいあんのかな感じだけど、前回のね、大会のね、2週間前ぐらいの仕上がりだと思う。結構マジでいい感じ。筋肉の一発ギャグお願いします。ガチでやるから、とっておきのがあんだね。いきます。へいらっしゃい、どうぎな、すべて取るな、もし僕の生活のすべてを取るな。なんだい、もう寝るよ。布団ってどこにあるんですか？君、止まってるよね、何回か。いじってる？もしかして兄を。これがね、布団になるんですよ。ちょっと教えますね。これ布団なんですよ。ドカーンってすごくない？まあ、知ってるよね、多分。今度僕に譲ってください。え、マジで？引っ越そうと思ってるから、11月とか12月ぐらいに。はい、ガチであげる。そしたらあげます。本当にいらないです。チーン。ということでですね、もう締めます。さすがに締めさせてください。もうね、これ盗撮じゃないんですけど、多分ね、タイトルは盗撮ルーティンですね、きっと。またということで、今回の動画は以上になります。さすがにもう寝ます。また次回の動画でお会いしましょう。さよう。行くとこない。行くとこないからね。行くとこないからね。あ、行くとこないからね。お。Like you, be strong to hold the powers of the sun.